千里さんのお二人で、お送りしたいと思います。どのように紹介したいんですか？そうですね、オリジナルが中心で、幼なじみのお二人なんですね。岐阜出身で、同い年の幼なじみで、幼稚園から縁があって、少し会わないと決まったんですよね。そうですね、幼稚園の頃からですね。あと高校大学は違うんですけど、どんな身内よりも一番長い縁だと思いますけど、仲はとてもいいと思います。はい、本当に左側武井さんが詩を書かれて、右側美和さんが作曲をするんですけども、すごく浮遊感があると思います。すごく聴いてて癒されるし、詩もですね、すごく優しくて繊細で、ぜひ聴いていただきたいと思います。準備はいいですか？はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、では